平野紫耀ら、退場後はタブー、確定ジャニーズ JR、憧れの先輩、から名前削除で物議ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプリンスコープ、平野市要、神宮寺ゆ太、た、岸ゆ太の3名が脱退し、 平野と神宮寺がジャニーズ事務所を退所するまで残り1週間となったが、こうした中でジャニーズ JR のプロフィールにあった憧れの先輩の欄に異変があったとして物議を醸している。注目されたのは4月28日に TBS チャンネル1でスタートしたジャニーズ JR の新番組、ジャニーズ JR ランドネオ、配信はスプックスの番組公式インスタグラム。 ここに、出演者まとめ、としてジャニーズ JR ユニット、55ゴーゴーキズ、のメンバー紹介の投稿が放送後にされたのだが、松浦銀志差と佐久間玲区の憧れの先輩、欄には平野耀の名前が真っ先に上がっていたものの、これがいつの間にか消えていると SNS で指摘された。松浦は憧れの先輩として、平野紫くん、橋内くん、藤井直樹くん。 元代将くん、ョフオから言うから、の5組を挙げていたものの、これが、橋シウくん、藤井直樹君、ん、元ダ将くん、フオから言うから、に、佐久間は平野の名前のみ挙げていたため、憧れの先輩、ランそのものが消えてしまっているのだ。どうやらオリジナルの投稿は削除され、再投稿されたようなのだが、これにはファンから、こういうことだけは早い。というか、まだ退場してないじゃん。 佐久間くんなんか憧れの先輩いなくなっちゃったじゃん。退場しても平野くん自身が消える役じゃないんだからそこまでする必要ないよね。後輩のジュニアの子たちはこれから先平野潮くんの名を言えなくなってしまうのだろうか、などとこの対応に不満の声が上がっている。 退場した人間は先輩とは言い固いという理屈なのだろうが、在籍中にこうした対応をしたことに批判の声が出るのは当然だろう。 また、2019年入所のハムラヒトナリは、子役時代に騎士主演ドラマ、お兄ちゃん、ガチャ、日本テレビ系、2015年、で騎士と共演しており、それがきっかけでジャニーズに入ったと公言しており、ハムラは以前から憧れの先輩に騎士の名前をたびたび挙げていたが、しかし同インスタグラムのプロフィールでは、憧れの先輩に騎士の名前は最初からなく、 不自然だと指摘する声も、大人の事情を察したのかな、な、など騎士の名前を挙げられない空気があったのではとの憶測も広がっている。こうした状況から、やはり平やら退場メンバーは、テレビなどで名前を出せなくなってしまうのではとの危惧の声も上がっている。一部の特例を除き、退場者の名前を口にできないというジャニーズにおける退場者タブーは、ファンの間では広く知られている。 平野耀自身も、かつては山下智久を憧れの先輩としてたびたび挙げていたが、山下が2020年に退場してしまうと、その機会はなくなった。山下主演の TBS ドラマ及び映画、黒鷺を2022年にリメイクするにあたって、平野は主人公の役を引き継いだにもかかわらず、平野が先代に言及する場面はなかった。 また退場者は、特に民放の番組で映像が意図的にカットされることも少なくない。昨年11月の日曜日の初耳学 TBSK では戸田恵梨香が山下主演のコードブルードクターヘリ緊急救命シリーズに言及し、山下の名前も呼んだが、メインキャストの下手、荒垣結衣、比嘉愛美。 アサリ洋介の写真や映像は流れるのに、主役の山下のみ、写真も映像も一切ないという異常な状態に視聴者から批判の声が殺到したのも記憶に新しい。それでも TBS は今年4月3日の音楽番組、CDDV ライブ、ライブ、4時間半スペシャルでスマップを追いを山下智久の映像もカットすることなく放送。 見逃し配信においても同様だった。そのため、退場者に対する扱いに変化が起こっているのではとの見方もあったが、今回の件を考えるとまだまだ不透明と言わざるを得ないだろう。トラビスジャパンが5月13日に公開した宮近会との相関図、動画にも疑問の声が出ています。ジャニーズ JR 時代は宮近と騎士、神宮寺。 そして退場した元キングプリンスへの岩橋玄樹の4人でグループを組んでいた時期もあり、特に宮近と騎士はドラマ、お兄ちゃん、ガチャでの共演をきっかけに距離が縮まり、2人の中の良さは知られるところ。なのに先の動画では神宮寺は愚か騎士の名前も出てこなかったため、ファンはショックを受けることに。 しかしその後、宮近はブログで神宮寺と食事に行ったことを明かしたほか、騎士の名前も触れており、相関図で神宮寺君と騎士の名前出せなかったからブログにエピソード書いたのかなブログにエピソード書いてくれてるのちゃか、宮近の気遣いを感じられて泣けてくる、など動画では名前を出せなかったがブログでフォローを入れたと受け止められています。 しかしそもそも退場者の名前を出せないというルールがおかしな話ですし、岸も神宮寺もまだ退場してないわけですからね。藤島ジュリー慶子社長は先日、ジャニー北川氏とメリー北川氏の存命時のジャニーズ事務所の体制について、この二人だけであらゆることを決定し、会社運営に関わるような重要な情報は、二人以外には知ることのできない状態が向上化。 していたと、企業として、衣装、な状態にあったことを明かしていますが、事務所内における様々な、衣装、なルールも見直しを進めてほしいものです。女性指揮者、キングプリンスへの脱退メンバーをめぐっては、公式ファンクラブにて、5月に入って、好きなアーティスト、の選択変更画面から部屋神宮寺、騎士の3人の名前が消えたことも騒ぎになった。 新規入会でも変更でも、脱退する3人の名前は選択できず、キングプリンスバーブを事務所に残る長瀬角と橋山の2人しか選択できない状態になったのだ。当然、3人は5月22日まではキングプリンスへのメンバーであり、死に至っては今週まで事務所に在籍予定であるため、まだ5人なのに、と悲しみの声が広がった。 しかし問い合わせが殺到したためか、騒動の翌日には3人が再び選択できるように。こうしたうよ曲折からも、ファンの事務所に対する不信感は増しているようだ。5月23日以降、平野紫耀と神宮寺勇太の名前をジャニーズタレントは口にしなくなってしまうのだろうか。ご視聴ありがとうございました。 素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。